こんにちは。数学の高瀬です。よろしくお願いします。さあ、今回は2022年度の東北大学の理系のね、四角2番いきたいと思います。えー、こちらですね、やればわかるんですけど、計算量が半端ないんで、えー、6問ある中では、まあ、後回しにしちゃってもしょうがない問題なのかなという気がします。最後まで取るのはなかなか難しい。えー、ですけど、東北大学の場合はね、えー、理系でも2次関数、3次関数の面積とかって出てきますから、 まあこれぐらいのものは経験しといてもいいのかななんていうふうに思ったりしました。はい。じゃあ問題読んでみますと。まずは、実数 x の関数 fx が、こういう形ですね。x2 乗た 3x プラス a る x たす1の2乗という形をしています。で、一番は、fx の最小値が太なるような a の取れる値の範囲を求めましょうという問題でした。えー、まずこれに関しては、実は見てすぐわかる通り、これ0以上なんです。この x たす1の2乗が0以上なんです。 だから、シンプルに話すと、こいつが負になるような X がうまくあればいいわけですな。はい。これ、X イコールマイナス1だけは0になってしまうので、そこんとこちょっと気をつけなきゃいけないけども、まあそんなものを考えるのがまず一番ということですね。で、2番は、A が2より小さいときに、FX は2つの極小値を持ちます。で、その時の X の値を α1、α2 とするときに、 fα1 小なり fα2 であることを示せと。さあ、4次関数で、左の x の方が y が小さいことを示せってことだから、まあ、きっと2番は、こういう a? ね、左側が α1 で右側が α2 のこういう a になることを証明してくださいねってことなんでしょうかね。で3番は、β よりも小さいところにおいては、 単調減少します。そして、ベータにおいて最小値を取ります。この二つの条件をクリアするような A の範囲ってことらしいんですね。ちょっとさっぱり意味がわかりませんから、まずは1番解いて、2番解いてからって感じでしょうかね。ただ、現実はやっぱもう2番の時点で相当な計算量なので、1番ちゃんと取って、2番部分点稼いでいくという作戦で、まあ悪くないんじゃないかなとは思いますけどね。 じゃあ、黒板の方でやっていきたいと思います。はい。じゃあ、1番ですね。まあ、先ほど言った通り、x たす1の次乗が0以上なので、x2 乗たす 3x たす a の最小値が負なら、まあ、基本的に OK です。 ね、こいつの最小値が負なら OK です。はい。まあ、ただちょっと気をつけなきゃいけないのは、まあ、ちょっとそんなことねえだろうってつくみすぐ入っちゃうと思うんですけど、X イコールマイナス1の時だけ、こいつがマイナスになってて、ね、そこのマイナス1を入れたらこれ0じゃないですか。だから、マイナス1の時に最小値でマイナスになってるけども、他のところでは0以上になるから、 これじゃダメだよ、みたいなことも、まあ、ありえなくはないかなと一心思うんですけど、ただ二次関数連続なんでね、こいつがマイナスになるならそれよりもちょっと左側、ちょっと右側もマイナスなはずだから、まあ、こんなことありえないはずなんだけど、ただ、記述等番上は一応ね、気をつけなきゃいけないですよね。マイナス1以外で存在すること。 最小値がマイナスになるようなところがマイナス1以外で存在していなければならないということ。こちらにね、ちょっと注意してください。そんなのありえないんだけども、まあ一応それを記述等案では述べましょう。はい。では行きましょうね。はい。左側でもまあ説明しました通りね。最小値がマイナスならいいぞーでいいんだけど、 この左側の2次関数の部分がマイナスになるような X がマイナス1以外で存在していればいいよというふうに見なすことにします。はい。まあそしたらね、左辺平方完成して最小値がマイナスってしてあげてもいいし、いわゆる定数分離的な考え方でこいつを右側に移して考えてあげてもいいし、まあそこのところはまあお任せするかなって感じです、はい。このまま平方完成してみると、 この二次関数はこんな形で書けました。はい。軸がマイナス1じゃなくてよかったね。軸がマイナス2分の3よ。ね。だから一番小さくなる候補というのはこの a-4 分の9の値なわけで、ね。これがマイナスになってくれれば、マイナス1の場所のことなんか関係なく存在してくれることになるもんね。はい。ということで、 よって、a、a-4 分の9が負。つまり、a が4分の9より小さい。この時に、最小値が負となりますということでした。ね、2番目の問題がさ、a 小なり2だったじゃん。 だからちょっとなんか2と4分の9でこの間にちょっとあるからさ。なんかこれさ、後ですごい大変なことになるんじゃねえのかななんて気がしとしてきますよね。はい。じゃあ1番はまずこんな感じ。はい。じゃあ次2番の問題もう一度見てみると、2番は Fx が2つの極小値を持っていて、極小となる X2 つ出したときに左の方が Y がちっちゃいことを示すんだったよね。さあ、 さすがに極大極小と言われたらこれ微分しないわけじゃいけないですよ。こちら微分して増減表を書いて考察することになりますかね。はい。なので、この場合は積の微分ですか。積、ね、の微分して考察する必要がありそうです。ということで、はい、じゃあ微分持ってってみましょう。はい、じゃあ積の微分ですね。前微分して、後ろそのまま。 プラス前そのままで後ろ微分はいそしたらこれ x プラス1共通因数ありますから x プラス1でくくることを考えましょうかはいこっちいきますはい x プラス1でくくるとこんな感じ、ね、じゃあこの後ろの部分の、えー、2次関数になるのかな 二次関数値と展開して式作ると、2x3 乗足す 3x プラス 2x プラス3と、2x 乗足す 6x 足す 2a なので4えー、4、11、2a 足す3かな ?x プラス1、4x2 乗足す 11x プラス 2a 足す3となりました。 さあ、これでちょっとね、頭を抱える状況です。というのは、増減調べるためには F'X のグラフを書いて、符号を判定していきたいわけなんだけど、後ろのこの 4x2 乗 11x プラス 2a 足3というのは、a の値によっては2つ回持つだろうし、a の値によっちゃ中に浮いて貝持たないだろうからね。わぁ、きょきょきょちょ、きょきょきょ <laughs> 何喋ってんだってね。これちょっときっつい問題になってきたなって気しますよね。はい。ということで、この後ろの2次関数が、まあ実は結構勝負を分けることになってきますんで。はい、こちら一応ね、GX と置くっていうふうにしておきます。ね。まあ当番なら、まあこれイコール GX と置くとかってことを書いた方がいいでしょうけど、まあ一応、スペースがないんでね、ええー、こうやって置きますにしておきます。 はい。そしたら、解を2つ持つ、持たない、まず最重要な事項になってきますから、GX イコール0の判別式を考察しましょう。で、判別式は B2 乗を、マイナス 4AC だから、こんな感じかな。そしたら、121-48ってのはこれ73で、 73-32A。アホかって感じの数字が出てきました。アホじゃないです。これは大事な、大事な式になります。さあ、それで今は A が2より小さいぞーって言ってたんですけど、これ、一番大きいと見立てた A イコール2だとしても73、73-64よ。プラスだよね。で、その2よりもどん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 数字小さくなっていったら、判別式プラスは守られることになる。 ね。だから2より大きいならば判別式プラスを満たすということが確定したわけです。これはまずこの問題特有の話だな。A、小なり2の時は判別式プラスを満たしますと。さあ、そしたら2回もつってことが分かったんだけど、あとはこの回がマイナス1より大きいとこなのか小さいとこなのかによって、 f'x とこのマイナス1のポジションがどうなるかちょっとわからないでしょ。だからマイナス1との位置関係調べていきたいなって感じなんですよね。で、gx の式見るとさ、文字定数 a が登場する箇所すごく少ないでしょ。え、軸はこれマイナス8分の11だから、マイナス1より左側なんだよね。これ結構いい数字だなと思うんだけど、はい、実はね、 これマイナス1を入れてあげると、すごくよくわかることがあります。入れてみます。入れてみますとね、4-11たす 2a たす3でしょはい。これね、2a-4 なの。2a-4 だから、2かっこ a-2 なのよ。すると、a が2より小さいときって、こいつ不であることが確定するでしょよろしいですか g-1 が負になってるよってことは、ここに書いている gx というのは、マイナス -1 の時点で下側を通ることになってるわけだから、これ gx イコール0の解は、ここより左側と、ここより右側で解を持つということが確定するわけです。マイナス -1 より左右で解を持つことが確定ね。 で、問題文的にこれ α1 と α2 がこの2つだろうと思うんだけど、まだね、極小を持つことの論証はできていないから、一応この時点では、α を使わずに、x1、x2 ってふう風にすることにしておきます。はい、行きましょう。g-1 がこうなので、gx イコール0は、 x イコール x1 x2 で、解を用いで、x1 小なりマイナス1 x2 と、見なすことができますね。はい。じゃあ、ということで、 f'x のグラフを書くと、x1 が左側、真ん中がマイナス1、右側が x2。ということで、こっちがマイナス、こっちもマイナス。で、この間の部分がプラスになってくるのかな。はい。じゃあ、これで増減表をかけて、x1 と x2 が極小であると言い切って良さそうですね。 はい。じゃあ、増減表書きます。はい。ということで、増減表を見てわかる通り、マイナス1の左側のここと、ここで極小数よね。はい。これが α1 と α2 と書くことができるということですね。はい。それも書いていきます。 x1, x2 で極小値を持ちます。ということで、従って、x1 イコール α1、x2 イコール α2 としてよいよね。さあ、そしたら俺たちが要求されているのは、こちらの y の方が小っちゃくて、こちらの y の方が大きいことなので、 fα2-fα1 を計算しましょうってことになった。きっついね。これきっついよね。わかる最初に与えられてたほらさ、この4次関数あるじゃんこの4次関数に α1 と α2 代入して、引き算して、で、α2 の方がでっかいことを示すんだって。ちなみに α2 と α1 というのは、 これ gx イコールゼロの解という話になってくるから、使える情報はこれイコールゼロね。使える情報はこれイコールゼロはい。やり方1。gx で fx にこれらを代入してあげて、これを使って次数下げ。割り算して次数下げ。そうすると一応二次式で割り算するから、これとこれ一次式で表現できるんで、それで頑張る。 いやーね、私実はそれもやったんですけどね、心折れました。<laughs> 結構えげつない計算、ね。まともに4時間数同士で引き算するというのはもっともっとやってられないんですよね。はい。そこでですね、えー、今回皆さんにご紹介するのは、もうちょっといい手です。ね、今年の、えー、2022年の共通テストでも使うことができた考え方で、えー、今年当たり年だったかなあの文系の入試でもすごくよく出てきた工夫です。 はい。それをちょっと皆さんに今回は提案してみたいと思います。はい。じゃあ行きますね。今俺たちはこれがプラスになることを証明したいぞと思うんですけど、これね、極地の引き算なんですよね。極地の差。で、これ特に文系の人たちにはね、極地の差はこういうふうな工夫するんだぞってことをよく紹介してるんだけど、理系の人たちにあんまりこれ紹介したことないからなかなか難しかったかもしれないけど、このね、 関数の差の形っていうのは、こういう見方をすることができるわけよ、ね。積分した後にこれとこれ代入したものって見なし方ができるわけ。でそうすると、この fx ってのは、当然積分して fx になるものは f'x なわけだから、 こういうふうに書くこともできなくはないわけよ。で、フラッシュ x ごめん消しちゃったけどさ、さっき x、G、X 足す1かける GX になってるやつだよね。で、GX は、今こちらで喋っていたこの α1 と α2 が解になってるわけでしょ。ってことで、今回ここの部分というのは、 GX の X2 乗の係数4をくくった後で、こういう風に因数分解ができるものだぞっていう話なんですよ。でね、もしここがなかったら、これ通称6分の1公式ってやつで処理可能でしょでも、こいつがついてしまってるからそれが可能にないわけだ。はい。こんな時はね、6分の1公式やら12分の1公式やらをうまく使うために、 無理やり、こいつ作っちゃうわけ。6分の1公式、12分の1公式を作るために、無理やり X 引く α1 を用意するわけ。でも、無理やり用意したって上に戻れなかったらダメよ、ダメダメだからさ、後ろに α1 プラス1みたいな数字をつけて、ここをちょっとこんな風な工夫しとくんですよ。はい。 これがね、この解放による最大の、ね、山場で、えー、ファインプレイです。はい。じゃあ、この α1 たす1が数字ですってことに注意しながら、ちょっと分配法則使ってみると、はい。まず x、x 引く α1 をこれにかければ、こうで、で、α1 たす1もかけてあげると、 をかけますこれはね、あのー、またどこかの機会で勉強してもらえればと思いますけども、片っぽ2乗がついているものというのはね、通称12分の1公式っていって、アルファ1、アルファ2だとすると、こちらについてる、こちらに2乗がついているときは、マイナス12分の1の上引く下の3乗。こっちに2乗がついているときは、プラス12分の1の上引く下の3乗っていうのがあります。この場合は、マイナスつける方なので、 マイナス12分の4。ね、こんな感じ。こちら通称6分の1公式の形になってますんで、マイナス6分の4で。アルファ足す1で。で、アルファ2くアルファ1の3乗ね。さあ、そしたらこれ、アルファ2くアルファ1の3乗ってのでくくれそうだし、 えー、マイナス12分の4かなんかでくくってあげるとやりやすそうかな。はい。ということで、マイナス12分の4と3乗でくくりますか。はい。そしたら、前半部分は一つ分だけくくれてないものが出てくるから、後ろにこれをつける。で、後半はこれ2倍かな ?2 倍の α バンタス1かな こんな感じとさあそしたらここはマイナス3分の1の α2 引く α1 の3乗を。でこう展開すると α1+α2+2 になるのかな そしたら、α1 たす α2 ってなんだっけっていうのは、これも解とケースの関係を使っていけばいいかなと思うんだけども、GX ですね,ね。今画面に出てますよね。GX の式で解とケースの関係を使ってあげると、α1 たす α2 は、マイナス4分の11だよね。 だからこれを代入してあげると、マイナス4分の11たす2ってことは、これマイナス4分の3なんですよ。負の数なんだよね。はい。だから代入すれば、Fα2 引く Fα1 は、えー、マイナスが相殺してプラスの4分の1が残りますんで、4分の4 1の α2 引く α1 の3乗を。 当然、α2 の方が大きかったわけだから、これプラスと言っていいよね。はい。証明終了ということでした。はい。ということでですね、極値のさあというときに、こういう関数のさあと見てあげて、積分の形に戻すということで、f'x の形から、通称6分の1とか12分の1とか出てくるっていうのは、まあ、 まあまあよく見かける変形だったりするんですよ。ただ、やっぱこれ文系の人はやり慣れてるんだけど理系の人はなかなかやり慣れていないので、もう計算、万イって感じでね、大変になってしまって終わっちゃったんじゃないかなという気がします。まあ、本番はね、別に満点取らなきゃいけないわけじゃないですから、取れるところを確実に取りに行くということができればいいわけですからね。はい。まあそういう意味では、まあこれは対比してもよかった問題だったのかなという気がします。まだ終わりじゃないですもんね。 3番がありますからこのあとにまた問題があるわけだからまあ地獄ですよねえー、今回の動画完璧ですかもし怪しいなと思うとこがあったらねちゃんともう一回見るもう二回見るっていう動画の特性を活かしてくださいね我々は他の単元の動画も撮ってます、えー、ホームページの方見てもらえるといろんな単元どの単元があるのかなってものも分かりやすいですから是非ホームページも活用してねじゃあねー